なんだかあちこちから悲鳴が聞こえてくるけど、油断するなってことさ。レオリオとクラピカ大丈夫かな。俺たちも行くか。今飛んじゃダメだ。どうして。風だよ。風は常に吹いているわけじゃないからか。まさかここを降りろってのか。自殺行為に等しいな。普通の人間ならな。よっと、これくらい一流のロッククライマーなら難なくクリアできるぜ。すっげー、どんどん降りてく。どうやら三次試験の合格第一号は俺様のようだな。ひそか、プレート取ったか。いいや、まだだよ。どうせ獲物が誰かわからないんだろ。うん、教えてやろうか。いや、いいよ。いた。私に何か用かい？あと1ポイントしかない。ダウンはおろか、まともに攻撃を食らってもおしまいだ。油断大敵だよ、ゴー。右の方を見てごらん。客をさらったのはてめえらか。ええ、この場面でもええ根性してるな。てめえらの頭はどいつだ。てめえ、もう逃げられねえぜ。さあ選びな。下で俺に殺されるか、上で他の三人に殺されるか。バカか。大抵の人間は卵からかえった軟木という汁の赤ん坊が出るとき、その激痛で暴れ死ぬ。俺たちを倒すだと？この距離じゃさっきみたいに俺を噛みちぎることはできねえぜ。you
や、噛みちぎったヒルの頭蓋骨だ。お手にも来るか。でも無駄なんだな。タイムオーバーでどんな弾でも弾き返せるな。どんな様子かと思ってな。ずっとつけられてんだけどよ、襲ってこねえんだ。なかなか位置がつかめねえし、長引きそうだな。それじゃあ、いい情報を教えようか。ん？どういうことだ。会場は B ホールだって。あっちだ、あそこ。わあ。それで試験内容だが、昼飯まであと2時間。その間に5人ぶっ倒せ。倒したやつのプレートを取って5枚集めたら俺のところへ来い。扉の向こうで待ってるからよ。いいか、俺が扉の奥に入ってドアを閉めたらスタートだ。ん？やっと一人目か。もう1時間半も経ってるじゃねえか。他の連中は？みんな寝てるよ。の？バッジ集めるのに時間食っちった。